イワザ・ニッキはイタリアのポップ歌手。政治家として活動していることでも有名。歌手の特徴としてメゾソプラノの歌声を持つ。1960年代から1970年代にはイタリア歌手のビッグコとして人気を博していた。エミリア・ロマーニャ州、ビゴンキを生まれ。1962年のカストロカーノ、新人歌手フェスティバルで3位入賞し、デビューした。 サンレモ音楽祭には1967年、1969年、1974年の3度、それぞれ違う曲で大賞に輝いた。ユーロビジョンソングコンテストには69年のマドリード大会にイタリア代表として出場し、ドゥーグロッセロックリメイビアンケイで13位につけた。パリオリンピアでのコンサートやアメリカ合衆国、カナダ、南アメリカ、 ソビート連邦の4地域ツアーも観光。その他、オーストラリアや日本公演も行った。1987年から2000年にかけて、ザニッキは人気クイズ番組、ザ・プライス・イズ・ライトのイタリア版、ok イル・プレッツォ・エ・ジュストの司会を務めた。このクイズ番組は、世界各国でそれぞれ違う司会者によって放送されているが、ザニッキは、 史上唯一の女性司会者であった。ザニッキは2004年の欧州議会議員選挙にフォルサイタリアから出馬し3万5000票を獲得したものの落選した。しかし、落選した候補者の中では最も多くの票を集めた。2008年に同党のマリオ・マントバーニー議員がイタリア上院議員に転向するとザニッキは繰り上げ当選を果たし、 翌年6月の人気満了まで勤めた。ありがとうございます。